平成3年夏、リング上のみ存在する真夏という季節をむさぼるように生きた男たちの魂の鼓動、三冠統一ヘビー級選手権。チャレンジャーウィリアムスです。闘志を発する鍛え抜かれた体、戦うために生まれてきた男、天が授けた大器、天下の一才です。その天秤は歴代の王者にも被験します。そして三冠王者鶴田、三冠の牙城、一部の隙もなし、迷いもためらいも気負いもありません。難攻不落、無敵の王者ジャンボ鶴田。さあ、鶴田ウィリアムス、2人の力人の魂が今輝く三冠統一ヘビー級タイトルマッチ、両者初対決。さあ、港横浜の風を変えるか。ウィリアムス入場。波の数だけ夢をください、星の数だけ感動をください。夢までもう少し、ついにここまで上り詰めてまいりましたウィリアムス。全てが今日始まります。今日この日のために、はるばると最高の王を渡って闘技は人類最古のスポーツ、日本の格闘技のルーツは古く神代の昔に遡ります。そして格闘技は日本人に最も愛されてまいりました。戦後後輩の中より国民と共に歩んでまいりましたプロレス、日本人が日本人の心で育て築き上げたプロレス、一人一人に夢を力づけてきた熱き戦い、諦めかけた時、迷った時、不思議元気をくれた名勝負。さあ、力道山馬場、王道は受け継がれ、そして鶴田がプロレスの日をしっかり守り続けております。栄光のリングに君臨を続けて18年、まさにタイレスラーの道を大満としておりますジャンボ鶴田。待ち受けるスティーブ・ウィリアムス、もう1メートルの差になりました。インター33年、 TWF18 年、 UN20 年、プロレス71年の歴史と伝統を背負った戦いになりそうであります。世界が俺のリングだ。その人格、品格、戦いには王者の風格があります。試合に先ほどして日本テレビ野村スポーツ局長によりますタイトルマッチ宣言であります。平成元年4月、大田区体育館ハンセンを破り三冠統一、偉業を成し遂げましたジャンボ鶴田、初代チャンピオン。以後ハンセンボディーガニベルトは分かるも第3代、そして今年1月松本ハンセンを破り第8代と王座につくこと史上最多の3回。4月16日武道館、三沢の初挑戦をするとき初防衛、これが2回目の防衛戦でありますジャンボ鶴田。一方のウィリアムスは昨年9月ハンセンに三冠戦負けて、これが2度目の三冠挑戦になります。ぜひとも取りたい。さあ、ファン待望のフレッシュ対決が、初対決が大一番となりました。今ベルトの変換が行われております。さあ、これより両選手の紹介が行われます。新しいプロレスの幕開けとなるか、まだまだ世界チャンピオンにその王座を渡すのか鶴田。天才の技、このジャンボ鶴田か、野生のパワースティーブ・ウィリアムスか、銃か豪か、気合が入るスティーブ・ウィリアムス、そしてその闘志を受けるは静かに燃えるジャンボ鶴田であります。今を吹き荒れる嵐、ジャンボ鶴田でしょうか、明日を担うスティーブ・ウィリアムスでしょうか。低く構えましたスティーブ・ウィリアムス、まさにレスラーと呼ぶにふさわしい2人、鍛え抜かれた力人同士の頂上対決が始まります。砂漠レフリー張樋口、宿命のゴングが二人の魂を呼び寄せてまいりました。今ゴング、鶴田かウィリアムスか、勝ち手の要件のは一人です。ウィリアムスが先制モーションをかけました。さあ、武内さん、この勝負どこを見どころなさいますか。そうですね、全日本プロレスに来てからですね、ほとんどシングル対決がなかったウィリアムスがですね、はい、
頂点に立つジャンボ相手にどんなシングルプレイヤーとしてのやっぱり力を発揮してくるか、そこにまず注目したいですね。なるほど。確かに世界タッグチャンピオンとしてこの生田の名勝負タッグとしてのイメージが多い。さあシングルチャンピオンとしてもうこの昨年3月全日本に入場登場してから1年これが4ヶ月9シリーズ目になります。そろそろシングルのベルト、それも頂点のこの三冠王座ジャンボ鶴田が保持するベルトが欲しいスティーブ・ウィリアムスであります。武井さんお話のように世界タッグをこのシリーズ開幕戦奪回しまして勢いがありますスティーブ・ウィリアムス。グラウンドの展開足をすくいましたスティーブ・ウィリアムス。この2人鶴田がミュンヘンオリンピックアマレス日本代表、そしてウィリアムスがオクラホマ大学アマレス全米選手権4連覇の実績があります。スクッとなっていましたスティーブ・ウィリアムス、すごい目であります。すごい目、鋭い目、睨みつける、睨みつける、右に回る、まさに睨み倒すスティーブ・ウィリアムスとね、力比べに来ました。ジャパン戦静かな展開、胸があった。世界タッグチャンピオンのスティーブ・ウィリアムス、向こう勝てば五冠王です。今日はですね、はい、タッグ戦のように初回から突っかけるかなと思ったんですけどもね、やっぱりウィリアムスはじっくりと攻めてきてますね。左腕を飛んでいきました。しかし効いてないとばかりに睨み返すスティーブ・ウィリアムス。なるほど、チョップを打っていくジャンボ鶴田、顎を出して不敵なつながめ、そこにチョップを打っていく、逆にねじ上げますジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田は言っています、お、これはテリー・ゴディです。ウィリアムスの親友テリー・ゴディであります。盟友の戦いぶりを応援しております、見守っておりますテリー・ゴディ。もちろんテリー・ゴディ自身もこの三冠王座への野望を持っていることであります。さあ鶴田が上になりました。レスリングできたら竹内さん10分スイングは山、まあ、いわゆるレスリンググラウンドの展開ですね、はい、ということで言っています。あるいはこの鶴田パワーでガガッときたらそれを5分しのげばなんとかいける、こういうふうに話しております。窓になりましたスティーブ・ウィリアムスであります。両選手このシリーズ鶴田が両膝固め小橋からギブアップを参りました。それからウィリアムスもあのこの鶴田に後楽園でアキレス固めを決めてましたね。それもがっちり決まってジャンボが相当苦しそうな表情を見せてましたね。そのあたりの心理戦、あの後楽園大会竹内さん、あのこのウィリアムスがジャンボを挑発しました。そして戦い模様としては手の内を見せない、互いに50秒絡み合っただけ、その時がこのウィリアムスのアキレス腱ですね、はい、あの一戦どう思いました、まあ、これは当然ですね、はい、今日のやっぱり試合を想定してですねお互いやっぱり手の内を見せなかったんでしょうけどもね、それだけやっぱりお互い心中一致するものが相当あったんでしょうね。挑発したウィリアムスに対しまして、あの時にはジャンボ鶴田、僕は冷静乗らない、こういう風に言っていました。このジャンボ鶴田であります。今日のですね、このウィリアムスの戦法がジャンボにとっては作戦通りなのか、あるいは作戦外なのか、そのあたりも興味ありますね、はい、しかし高吉さん、鶴田の戦いといいますのはこう例えて言えば、このどんなタイプのレスリングもできるわけですよね。ただやっぱりジャンボにもそのリズムがありますからね、はい、そのリズムの波長の中だったらいいんですけどもね、はい、それが狂ってくるとジャンボとしてもちょっとやっぱり焦ってくる部分がありますね。なるほど、今度はウィリアムスが返していた、アジアのある展開だ、アジアのある展開、ヘッドシャンスで返していった、ジャンボ鶴田静かの中にもふつふつ湧き上げるものがあります。世界タッグ、世界三冠ヘビー級タイトルマッチであります。まだこの辺は手の内を探っているという段階ですか。そうですね、それとやっぱりここ数年はですね、はい、ジャンボはあまりこういうタイプの試合を経験してないだけにですね、はい、その部分のやっぱり勘がどこまで戻ってくるかという部分もまずありますね。右のエルボーに連発、ウィリアムスが仕掛けるか。そういえばのコーブルザブロディとの戦いなんかこういう立ち上がりが多かったですね。ありましたね。そのブロディは不慮の事故に遭いましてから早くも3年、このシリーズに、あっと右のエルボー行った、ブロディメモリアルナイトを取ります。さあ右のエルボー、しかし前進するスティーブ・ウィリアムス、ちょっとよろめいた、そろめいた、ラリアットどんなこのファイトスタイルにも自分のリズムの中でならという条件付きでジャンボがこの水と水、まあ、どんな容器にもこの
順応するですミスとしたら岩ですね。まさにウィリアムさん岩ですね。それも巨大なやっぱりグランドキャニオンのような岩ですよね。なるほど、今まさにその岩が動いた、そんなイメージがあります。今5分が経過しました。さあスティーブ・ウィリアムス、スティーブ・ウィリアムスにとりましてはこのあと世界タッグタイトルマッチが金沢大会来週放送、三沢川田の挑戦を受ける初防衛戦があります。開幕戦ハンセンスパイビーから奪った世界タッグのベルト、ウィリアムスにとりましては過酷なこのスケジュールになります。それに比べましてこのジャンボ鶴田はこのシリーズは世界三冠選手権一本に絞ってまいりました。そのあたりはどうでしょうか。ショルダーアタック、武井さん、この鶴田はハンセンを破ってこの三冠を奪回しました。チャンピオンカーニバルでハンセンを破りました。三沢にそして初防衛をしました。ありがとうございます。この自信は精神的なものは大きいんじゃないですか。まあ、神人気は本当にジャンボはいい形で走ってきたんですけどもね、はい、ただその勢いが強くするかと思った世界タッグで思わぬ敗北といいますかね、つまずきがありましたかね。その後のジャンボを見ますとね、ちょっとやっぱり陰りが見えていることは事実ですね。なるほど、そうしますとこのウィリアムスの岩のようなファイト、このパワーがいつ爆発するか、それによってはこれはパンクラスの可能性も十分じゃないですか。ジャンボはですね、春のあたりのですね、やっぱりその一つの集中力がどこまでやっぱりそのまた戻ってきてるかですね。はい。読まれてるぞ。おパーサー抜きました。しかしさすがにジャンボ釣れた127キロ、ちょっと崩れました。これがやっぱりジャンボの言う何が出てくるか分かんない、やっぱりウィリアムスの怖さなんでしょうね。武井さん、このジャンボはこの間がどうもつかめないんだ、だから馬場選手もこの間が取りにくいだろうなということを話してました。しかしレスリングのセオリー通りじゃないんですよね。なるほど、何が来るか分からない、荒削りな部分があります。さあ 100m のようなラッシュ、元アメリカ、ああほら、さあやっとやめて、やったジャンボ釣れた、ジャンボも読んでますね。中吉さん、この辺りはジャンボもまた冷静になってきてますね。そろそろ試合が動き始めそうであります。ジャンボ鶴田、過去三冠戦、この横浜では負けなしであります。思い出の横浜文化体育館、武井さん、それからあの三沢選手の1年前ハンセンの三冠戦挑戦して負けた、今年4月鶴田の三冠に挑戦して負けた、しかし6月ゴディに武道館で勝った三沢の追い上げもあるわけですからね、鶴田にとっては。そうですね、まさにまず今ジャンボの周りには、ね、最強の敵がずらりと並んでるわけですからね。そうですね。さあジャンボキック、ショーババ直伝、この先端に決まりました。ジャンボ鶴田であります。こうなってくるとジャンボペースでありましょうか。コブラツイスト、ただ動き始めてもジャンボの今の場合はまだまだ割とゆっくりペースですね。なるほど、両選手ともスタミナがあります。鶴田にウィリアムス、ウィリアムスのスタミナを奪おうというコブラツイストに出てまいりました。夏場はスタミナ勝負だ、俺の方がスタミナが上だと控えすでから通りました。ジャンボ鶴田腰に乗せました。スティーブ・ウィリアムス切り返していきました。行き詰まるような一戦が続いています。スティーブ・ウィリアムスの汗の量の方がちょっと多くなってまいりました。おっと早くも関節のか、ベースロック、ベースロックいった、ベースロックいった。武井さん、鶴田がこのところこの関節技をよく決める両膝固めとかですね、はい、だから川田選手もこのフェイスロックをウィリアムスに、これはウィリアムスの体が硬いから効くというような分析を、それは当然あると思いますね、これはやっぱりウィリアムスのような体型には非常にやっぱ有効だになりますね。そうですか、スタミナを奪っていきます。ジャンボ鶴田関節技出てまいりました。リングの中央、これは逃れようもありません。決まり具合は武井さんどうですか。そうですね、ちょっと今、ちょっと締めが甘かったんですね。なるほど、この辺りですね、ジャンボ選手はこの三沢がフェイスロックを使うようになった、これに対抗意識もちょっとあるんじゃないですか。やっぱり自分もその程度のものだったらやっぱりこなせるという部分のやっぱりその自負でしょうね。なるほど、さあわざわざサイダージャンピングにジャンボ姿、王が入ります。王者の力技、早くもアクロバックなんという早いラッカーに打ってきた。さあどうだ、これはロープが近いんですが地域で返しました。仕掛けてきましたね、ですね、早い仕掛けだ、ジャンボ鶴田。さあ鶴田のコンピューターはどういう数字を弾き出しているんでしょうか。さあそして大技のオンパレードながら戻んぶつけた、戻んぶつけた、戻んぶつけた。これは武井さん、フライングブレイスタースローというのは本当にジャンボ鶴田の件なんですよね。そして本当にここで蹴るというところにしか出さない技なんですが、いや悪い方に出てしまいました。裏目10分経過しました。さあ攻守で変わりました。
好試合で変わりました。今度はスティーブン・ウィリアムスであります。武井さん、これはウィリアムスにとりましては日米と違うんですが、これは世代闘争でもあるわけですね。一つの世代闘争ですね、はい、さあどうでしょうか。さあ場外戦だ。エボを打ちました。スティーブン・ウィリアムスです。場外戦にかけているのは武井さんどっちでしょうかね。ウィリアムスだと思いますね。さあ痛めた喉を今度は鉄柵だ。それでは武井さん、今私見逃してしまいましたが、この三沢鎌田を場外で何回も破ってまいりましたのがテリー・ゴディ、アリスティーブ・ウィリアムスだったわけですね。コンビですからね。夜行場では鎌田をこの控え室でオクラマストンピート半出身に追い込みました。さあ今度はマットを外したぞ。マットを外した。サポーター2位のサポーターも外した。ジャンプピンチ、ジャンプピンチ。さあジャンプ返せるか、返せるか。足元から竹内さん、足元までこれまでのこちらの放送席までゴツンと音が響いてきましたね。いや強烈なパイルドライバーだ。場外パイルドライバー。さあ今通過コールが起こっている。スティーブ・ウィリアムスさん入場だ。さあ試合が乗り出してまいりましたが、どうやら荒れ模様の試合になってまいりました。三冠統一ヘビー級タイトルマッチであります。どういう形で決着がつくか。リングの中にいる。初対決が大一番となりました。ファン待望のフレッシュ対決。ウィリアムス有利か。カウント2で返していきました。カウント2で返していきました。武井さん、このしかし追い込まれてから強いのが、あー、タックル振ってしまった。ただここまでちょっとジャンボの攻めのリズムは狂ってますね。狂ってますね。いつものゆったりリズムが見られません。さあこれはカフラディフェンスになっていく。とんでもない技を出してきましたね。これは隠していた。とんでもない技を出してきた。隠し技、危ない。カーブカンニング、腰の焼き押し。これはジャンボの気をついた。こういう技が一番怖いんですよね。でもジャンボが首を痛めていただけに有効でしたね。まあ、この試合巧者のジャンボ鶴田だけに、おっと今度は関節スリーパーですね。スリーパー、変形スリーパー、腕を巻き込んでるスリーパーです、はい、さあ鶴田苦しくなった。さっきのお返しだ。さあさすがやはり両選手ともこのアマレスの出身、グランドにかけている、そして関節にかけている。さあ締め上げます。決まりがやどうでしょう。これはいい形で決まってきますね。そうですか、まあ、速攻で決まるかけても多くのレスラーはこのジャンボ鶴田を崩しきれませんでした。奇襲攻撃、やはりジャンボのペースを崩したい。そのウィリアムス作戦バッチリと合っています。さあジャンボの、ね、左手の方も殺してますからね。これ鶴田どうしようもないわけですね。さあ鶴田コールが起きているぞ。横浜文化体育館であります。やはりこのウィリアムスの執念、あの世界タッグ、ウィリアムスが何回もカットをしてゴディの逆転回転エビが亀を呼び込みました。その防衛戦が来週金沢か、世界タッグ戦があります。その執念がこの三冠戦でも遺憾なく発揮されております。さあおっと体を絞っても動きは軽い。オクラホマスタンピードか、いわゆる牛の暴走、これを逆に返した。ウィリアムスが上になった。後頭ぶってませんね。胴体になりましたね。ウィリアムス有利、上になった。危ない。ウィリアムスもバックドロップを読んでおりました。さすがです。あーっと三沢が見ています。三沢が見ています。来週放送、ウィリアムスとこの三沢、世界タッグタイトルマッチをかけまして、三沢がウィリアムス組に挑戦いたします。三沢から対ゴディ・ウィリアムス、来週からぞ。さあどうだ、かわした、ジャンボかわした、チャンス。しかしジャンボのダメージも大きいか。またまた場外戦へもつれ込んでいくんでしょうか。さあよくカウントを引いていなければなりません。もちろんカウンテッドアウトでもピートアプレスルール移動があります。さあまずはウィリアムスを探索。さっきの棒を打ち付けられたお返しであります。ジャンボ鶴田、しかしこれは青いはちょっと危ないんじゃないですか。そろそろリングの中に戻ってほしいですね。理想の戻しましょう。ジャンボ鶴田であります。スティーブ・ウィリアムスも今、鉄柱さあ戻れ。ジャンボ鶴田戻ってほしい。ジャンボ鶴田戻ってほしい。ス
スティーブ・ウィリアムスを攻撃するな。さあラスト今椅子を持ちました椅子を持ちました。うわーっといった武井さん、ちょっと水という話をしましたが、ラフライトでも強いターンをついたですね。まさに濁流になってきましたね。濁流になってまいりました。さあそしてこの後あの鉄砲鉄のようなラリアット、あるいはジャンボキック、バックドロップを打つことができるんでしょうか。武井さん、先ほどのバックドロップはあの防がれてしまいましたが、痛めつければね、痛めつければ。しかし2度までバックドロップを打ってやっぱりホールが取れなかったわけですからね。これはちょっと一つの不安材料ではありますね。なるほど。さあ今度は何を持っていく、長期戦になりそうな気配もしている。アンブリカーに持っていく、絞り上げる、まるでスタン・アンゼンと戦っているようだ。ちゃんとつれた、左腕を壊しにいった。これは竹内さん、ハンセンですね。ハンセンですね。この隙間から見合っている三冠王座を狙う男たち、ハンセン、ミサワ、鶴田、ゴディ・ウィリアムス、武井さん、男たち5人のそれぞれの戦い模様、生き様ということになりますね。まさに5人の戦いですね。さあ今度はもう1回、もう1回力技に乗っていく、ジャンボ鶴田、強引に大きな力技、ジャンボ鶴田、左腕を破壊。これはオクラホマスタンピードにも影響するかもしれません。さあもう1回行く、ウィリアムスは必死にこれを振りほどこうとする。しかし場外戦、場外戦を誘ったのはジャンボ鶴田だぞ。しかし補欠を振らなければいいが、さあどうする。おっとウィリアムスとまさにまさに力人同士、肉体と肉体がぶつかり合っている。放送席が狙われた、スティーブ・ウィリアムスが飛び込んでまいりました。さらに椅子を持つ、さらに椅子を持つ、見たことがありますか。珍しいですね。珍しいですね。スティーブ・ウィリアムスのスタミナを奪っておいて、そしてリングの中で、リングの中でバチッと決めようというジャンボ鶴田の作戦でありましょうか。武井さん、この統一前の3つの王座に全てについた人はいないんですよね。それだけにこの三冠は本当にやっぱり価値があるわけですよね。これは全日本だけのものですね。そうですね、三冠を鶴田の言うのも PWF を取ったことがありません。そしてジャイアント馬場さんもユナイテッドなしでは取ったことがありません。ブッチャー・ロビンソンも PWF と UL だけ。だからこそ、だからこそ三冠に価値があるんです。5人の男たちが狙うんです。さあもう一回グラウンドの展開に持ってまいりました。腕ひしぎ逆十字固めに持っていきました。また武井さん、ジャンボ鶴田が自分でペース取り戻した。こう見てよろしいですか。そうですね、ジャンボのペースになってきましたね、はい、さあここからどう攻める。さあしかしウィリアムスも、ウィリアムスもプロレス経験者、エルボー、エルボーをこの頬骨のあたりに打っていきます。レスリングをプロレスをもう両選手、あ、頭の先から足の先まで刺激している。やっとショートレッジ、皆さんこういうのが怖いですね。やっぱりとんでもないところからとんでもないものが出てきますからね。鶴田のペースを崩そう、崩してやろう、そういう思いがありありであります、スティーブ・ウィリアムス。さあ武井さん、これはスタミナの一戦になってまいりました。だからこのジャンボのスタミナっていうのはもう無尽蔵って言われてますけど、あとこれを焦れ滑った、焦れ滑った。今のは武井さん、エルボーですか。左の肩を痛めてるんで、やっぱりあの崩れたわけですね。ああなるほど、先ほどのあのアンブリカ一戦の攻撃、椅子攻撃、これが効いてるわけですね。ここで有効になってきましたね、はい、さあそこを一点集中攻撃だ、一点集中攻撃。さあジャンボをついた勝機が出てまいりました。消耗戦ですよ、消耗戦。そうですね、しかしウィリアムスのスタミナではですね、なかなか頑張ってますね。そうですね、さあどうなるんでしょうか。武井さん、このジャンボ選手のスタミナのこの底なしというのは、まあ、決してこのスタミナがもちろんあるんですが、この60分全部戦えるスタミナってこれ誰も持ってませんよね。やっぱり一つの自分の攻めのリズムの中で戦っているそのスタミナがやっぱり温存されていくわけですよね。押しして強弱があるわけですよね。そのあたりが非常にうまいジャンボついた、そのペースを崩そうとするが、足に噛みつく。ウィリアムスも必死であります。今
き落とし、自らもやや頭を打ちましたが最後はがっちりと決めました。三冠王座を守ったキャンプツート2回目の防衛に成功であります。いやー、高橋さん、消耗戦でしんどい戦いでしたね。そうですね、キャンプにとっては本当に意外な、やっぱりそのスピードといいますかね、手こずりましたね。防衛に成功、このウィリアムス初挑戦、初対決でダッシュなりませんでした。ニューチャンピオン誕生はなりません。さあ、ジャンボ杉田がこの三冠王座を防衛出しました。竹内さん、このこれからの三冠戦線、どういうふうに行われますか。当然、ミキシリーズの展望だと言われているように、9月4日の日本武道館大会、はい、この辺りが三冠戦でポイントになってくると思いますので、上に出てくるのがやっぱり三沢なのか、ボディなのか、あるいはハンセンなのか、やっぱりこの最強が楽しいだと思いますね。なるほど。そしてこの向かいジャンプスイカも、まあ、世界卓球戦でちょっとこのもう一回がカウント3、もう一回ということをアピールしています。今のは3じゃないと2だというような意思表示ではないでしょうか。このスティーブ・ウィリアムス、あるいはハンセン、あるいはゴディ、さあこういったところがさっきの表情で向かい見ましたが、この狙っているわけですからね。9月4日はこれから誰が挑戦するのか、またこの後の楽しみで す。そして迎え撃つジャンボするとも盤石の姿勢であります。20分30秒、スティーブ・ウィリアムスを破って三冠ベルト2回目の防衛に成功しました。三冠ベルト B 級選手権横浜大会となるでしょう。ジャンボの笑顔をお送りしながら横浜大会お別れしたいと思います。解説は論議指導の竹内浩介さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。